用事終わりました。また手帳ができたら取りに行かなあかんねんて遠いと困るね。せめて近鉄7線に住んでたらいいんやけど。やざく姉が借りたマンションは行ったこともない特安でした。やってないの？遅いわよ。そうや、4月の病院で診断書代を3000円払わなければお金一切持っていってなかったからな一切ちゃうな、ロキソニンはお金かかるからその分だけしか考えてなかった。年金と自立支援の更新は4月だと覚えとかなんかね。せっかくこれ4月に一緒になるように合わせたんですよ。いっぺんにいてきた方がいいやろうって。障害年金の診断書は8000円かかります。びっくりした、8000円って言われて、え、8000円もいいのって。お金ないから年金もらってんのにそんな高いの払わなあかんの。梅かな。橋の下にサギがいる。なんであんなとこにいてんやろ。よくさ、心霊スポットとか行ってんのあるじゃないですか、YouTube で。いるでしょ。ほんでよくなんか、あ、声聞かれた、なんか声したとかよう言ってはるけど、で鳥の声やろって私はいつも思ってしまうんですけど、鳥を鳴きますよ夜になんかキャーって叫び声がとか言ってるけど、鳥もキャーって言うわな。フクロウはほうほう言うし、あんまりああいう音とか声とかはない
なんてなれへん。リッチドッグさんのは、あ、これ、ビデオでしか聞こえへん音なんやっていうのが、この辺の話でした。なんか、手かけてみたいな音がするんだけど、せっちゃんっていう幽霊が出てきたら、それは、その場にいたら聞こえないらしい。ビデオにだけ入ってる。すげえね。ほんまリッチトークさんのあれ、昨日映画館になったらどうしますかみたいなこと聞いてはってんけど、二人のお役に立つのであれば、やりたいです、みたいな。女の子と女の人がいてるんでね、あそこは結構1日2回とかアップしてるから、あれ何やこれ見てないなてか古いの全然見てないんだけど、私で、あの喋る人形を返して幽霊さんと喋ってんねんけど、他のところが喋る人形を使い出したって言うてましたね。ちゃんは自殺したって言ってたけど、せっちゃんは何、多分交通事故かなんかで、お姉さんも亡くなってるみたいな、わからないって、なんで死んだか。でも明治の話ですよ、明治時代にの話です。つーちゃんは昭和、だから最初、明治さん、昭和さんって呼んでたんやけど、そう、明治の方が女の子で、昭和の方が女の人。旦那さんが死んで、なんか、あったんですかね。なんかいろいろちょっとずつ思い出してるみたいですね。昨日母に頼まれて、まあ、自分の買い物に行ったついでに買い物してきたんですけど、頭の中でなんとなく計算して、ペイペイが何倍やったかな、3930円かなんか残ってて、ね、それ過ぎんようにいいと思って買ったら3800なもんでした。もうちょっとで金払われへんとかやろ。
それ1個抜いてくださいって言わなあかんところやった。大抜け新電気止まってる。今抜け新電気やったかな、私。ここは駅前駅やね。10時5分ちゃんの光がかかってる。って言っていいんか分からへんけど、行きます。じゃあ、ね、こて帰ります。到着しました。つけるの忘れてた。コンビニ行ってた。帰りは空いてましたわ。250円やから500円の出費やね。スバルのグッズ出そうかなぁと。やっぱりもう買わんとくぞ。あんまりあんまりっていうか、なんやろうな、関ジャニ自体のスバル見たらいやめっちゃ好きと思うんやけど、今のスバル見てどうやって言われたらなんかわからへん。え、あんなにも好きやったのに、なんでこんな冷めてんねやろうっていう感じ。好きやねんで、好きやねんけど、なんやろうな、なんか今のスバル結婚したのもあんのかな。それはないと思っててんけど、なんやろうな。やっぱり一人やったらスバルそんな喋らへんから、なんかな、やっぱりメンバーがおってワイワイ言うてんのが好きやってんけどな。
なんか、あの子、ジャニーズにおったままでもできへんかったんかなって、本当に、思う。まあ、でも、いや、スバルやったら、その関ジャニとソロをもうこなせるとは思うね。こなせると思うけど、やっぱ音楽に集中したいんよね。なしか私は今の関ジャニがすごい愛しく感じます。だいぶ強くなったんじゃないかと、ファンも、関ジャニ自身も、関ジャニ人も、ファンも。ねえ、立て続けやったからね。なんか、錦戸くんいいやめ方してないんちゃうかなって気がするな。メンバーの発言から見ると。あ、俺辞めるから、みたいな感じだったんじゃないかなと思ってしまうんやけど。錦戸くんは、スバルが好きだからね。俺もやりたくなったんかな。一人でやりたいって。錦戸くんは俳優業もあるしね。なかなか難しいんかな。次のあれですよ、小説、テレビ小説、東大阪が舞台ですよ。どの辺出てくんねやろ。うちも町工場の娘ですから、潰れたけど。この辺でクレープ屋さんやったら流行りそうやねんけどな。小学校と中学校があるから。もう一時期 YouTube で見やこったんやけど。仕事店出すってなったら何からすんの？なんか、全然分かれへん。なんか、授業するとかなったら。どうやってやんの？どっかに届けてんの？そういうのみんなやってくれる人がいたらいいな。で、何すんねんって。何にもございませんわ。パンポンパンでございます。もう地元に帰って、地元っていうか
近くまで帰ってきました。あとスーパー寄るんで、この辺でお別れです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。誰も聞いてなかったら意味ないな。だいたい1分ちょっとで切られてるらしい私。そんなもんよね。でも思んなかったらプって帰るもんな。まあいいや。では